今日も明日も頑張れよ。というわけで DVD やっていきたいと思います。フェンミンちゃん、いつかはきっと懐中電灯を持ってね、キラーさんの顔に当てたいんですけれども、なかなかね、懐中電灯だけ持ってくる勇気がない、度胸がない。板倒した後に当てたい、後当てっていう技を使いたい。あれチェイスしてんのかな。いや、してないね。みんなが見えるって素晴らしい。あー、この中に映ってない人が切られたかな。遠いね。だからですね、ナイスチェイス。 OK、 ブライト発電機3つはちゃちゃっと直しちゃうよね。直しちゃいちゃいちゃいたよね。チャイティー、皆さんタピオカミルクティー飲んでますか。もう飽きちゃいましたか。飲むなら何味を飲みますか。黒糖ですか、ジャスミンですか、アールグレーですか。あららら、らヒルビリーさんじゃないですか。ヒルビリーさん苦手なんだよな。ほら、ウマビリーなんだよ。だってやばいやばい、ずっとヒルビリーさんの前に居続ける技って何。後ろに居続けるならわかるけど、前に居続けるって何。あー、もうダメだこれ。くるくるダメだね。ヒルビリーさん足早いわ。その間にでももう直しきりましたね。やだよ、その辺に釣ってください。あー、まあ発電機の近くには釣るよね。で蹴ります。この発電機を切るキラーさんは結構もう落ち着いて行動できてるんで、ウマビリーさんですね。ヒルビリーウマビリー、これ発電機を優先して蹴っていく。そうするとなかなか治らないので、でまあわかんないですけど、パークを見ることできないから。ただイタチとかついてる可能性はありますね。発電機蹴る人はイタチが飛び出したっていうパークをつけてる可能性がありますね。まあ治りが悪いです、そうされると。蹴られた後に回そうとしてもなかなか治りが悪いんですよこれ。出てこいやーって言ってます。男の中の男、出てこいやー、出てこいやー。助けないのか。半分いっちまうぞ、もう半分いっちゃうぞ、第2段階いっちゃうぞって。助けないのか誰も。あー、第2段階いっちゃったぞって。いいのか、こいつの命が惜しくねえのか。おらおら、来た来た来た、おらっていうやられちゃったもう本当にね、ヒルビリーカニバル中止しましょうこのキラー封印させてください、どうにかして。なんかどうにかならないの、シャリンガンとかで封印できないもの。カカシ先生のシャリンガンでできない固めの。もうコンサート開いちゃってるから。でもコンサート開いちゃってる、ヒルビリーのもうギター弾いてんのか、そこでギター弾く上手い人かもう隠れてるけど見えてるもうどういう状況これねえ、もうどういう状況、後ろにおるんかいこうなったらもうヒルビリー祭りですね。もうこれヒルビリー祭りです。上へ参ります。頑張ってください。というわけで本日のご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。バイバイ。